人の意見の相違とも言えないけど、まあ、中に入れとかなきゃ混乱しますんでね。これは例えば嘘をつく。まあ、これ、私が参政党で盛んに言ったことですね。幹部の人にですね。本部の人に。言ったこととやったことは一致させてください。そうしなきゃ私は一緒にできません。私は嘘は嫌なんですと。それで何回も言いました。それで結局一緒には活動ができませんでしたね。これはもう意見の相違といえば相違で、相手は嘘をついていいというわけですよ。だってしょっちゅう嘘をついてるわけですから。嘘をついていいと言ってる人とは一緒にできない。これはまあ、意見の相違というよりか、むしろ人格的な問題ですね。人間とはどういうものか。社会に対して、相手に対して嘘をついてはいけないと。まあ、こういうね、私は信念を持っておりまして、それはもう全然一緒にやっていけません。これは意見の相違を超えた、一つの問題ですね。だからもう一つは、基本的な相違があります。これはまあ皆さんもよくわかってますように、例えば昔でしたら、保守的だとか、革新的だと。保守と革新の対決とかね。まあ、政治の分野ではですよ。それから、日常的には、金持ちが偉いというふうに思う人と、僕なんかそうじゃなくて、まあ言ってみれば平等主義ですから、人はみんなその存在において同じ価値を持っているっていう僕考えですよね。ですから、違います。その点では、私はよく、政治評論家なんかに、武田先生は、右なんか左なんかわからないって言われましたけど、確かにその通りで、私はもう非常に右っちゅうか右で、日本は非常に大切であるとか、この前の大東亜戦争は日本が正しかったとか、そういう考えですからね、日本文化はもう素晴らしいと、世界で素晴らしいって言ってる方ですから、それはもうなんていうか右翼的ですよね。ただ一方私は、大会社の会長も母子家庭の人も、ほぼ同じ給料で同じような生活するもんだ。人間っていうのは日本人なら日本人っていうのは同じ価値を持ってるんだから、能力によらずに同じような生活をしようじゃないかという考えですから、これはまた極左かもしれませんね。だけど、それは全然私の中では矛盾してないんですよ。日本を大切にしようと。で、じゃあ、この前の戦争は日本が悪かったとかですね、そういう意見の人とは意見が基本的に相違しています。僕に言わせれば、あなたもうちょっと勉強してくださいって言いたくなっちゃうし、向こうは向こうで、なんで武田先生そういう考えなんですかって言うでしょうね。まあ、これはだから、人間には基本的な相違があります。もう一つはですね、具体的な相違ですね。これが今度の東京15区の補欠選挙の時に、まあ外交が詳しい女性の政治家と立候補者と僕とか違うとこですね。私はどちらかと言ったら、イスラエルよりっていうことはないんですけど、まあ、私としては平等に見てるつもり。相手の政治家もそうかもしれませんね。イスラエルの方が正しいと思っておられるかもしれません。しかし、それはですね、具体的な相違というのは僕はもう相違とは認めてないんですよ、実は。そんなこと相違って言ったらね、もう夫婦はすぐ夫婦喧嘩しなきゃいけません。離婚しなきゃいけません。それから人間関係でいつも社会と揉めなきゃいけません。これが僕は普段言ってる社会は自分ではない。つまり、人は一人一人意見を持っていいんだ。そうするとですね、意見は複雑ですから、それが一致するっていうことはまずないんですよ。じゃあ、どういう点で一致すればいいかっていうことですね。私は東京15区の選挙においては、その女性候補を応援したのはですね、まあ、ちゃんと学力もあり、政治的な考えもしっかりしているということが基本です。それからもう一つ僕はですね、やっぱり女性の政治家っていうのはそれほど円熟した人っていうのはいないんですよね。だどうしてもやっぱり食事のこととか、教育のこととか、安全のこととか、こういうことをやる政治家が多いんですよ、政治家では。ところが、日本をやっぱり守るっつったら、軍事も外交も社会問題も経済問題も、まあ通常女性が弱いと言われている領域もですね、やっぱり女性の代議士に進出してきてほしいという僕の考えがあります。これは僕の考えと違うとか違わないとかじゃなくて、私は日本の国会は、あの時まあ衆議院議員の補欠選挙でしたから、日本の国会はですね、やはり女性議員が増えるのなら、増えていいかどうかちょっと疑問があるんですが、増えるのならですね、やっぱり経済だとか外交だとか、従来女性が弱いと言われてた分野に詳しい人をね、やっぱり国会議員出すべきだ。それから一つ一つのことはですね、例えば外交ったらものすごく多いじゃないですか。インドに対するインドの現在の経済政策に対する考え方、ロシアとウクライナの戦争、もしくはアメリカのトランプ元大統領とバイデン大統領との政策の差、それからまあそんなこと言ったら LGBT からね、昆虫食からね、エネルギー問題から様々ですよ。そういうあらゆる外交問題で私と一致してる人っていうのは本当にいるかどうかわかりません。私はいつも選挙棄権してなきゃダメですよ。私と一緒の人がいませんから。僕はね、日常生活においても相手の考えが正しいか自分の考えが正しいか分かりませんっていう立場なんです。例えば夫婦関係でも妻が正しいと考えることと私が正しいと考えることはほとんど違います。違うからといって妻が間違ってるわけじゃありません。妻は妻の考え方、夫は夫の考えがあって、それがディテールになればなるほどですね、一致しません。それはですね、仕方がないことですね。例えば、子供の洋服の畳み方なんていうのはですね、なかなか正義が決めにくいものでありますから、まあそういうことまで一緒にやろうとすると、いざこざに起こるのは当然なんですよ。だから家事なんていうのは、すごく細かいことですから、一つ一つ。大きな方針とは違いますからね。だから、家事を一緒に夫婦でやると揉め事が増えると、これは当たり前でですね、そんなこと言うまでもないですよ。それから僕らの分野でもね、物理の研究でも、細かいとこ入ったら全部同じ物理学者でも違います。それから論文の書き方一つね、問題にしたらね、ものすごく違います。だけどそこは大雑把な規則がうがってればいい。つまり、例えば物理の論文だったら嘘をついちゃいけないとかね。それから、まあ、一応近代物理学の原則に沿って、まあ、論を展開しなきゃいけないとかですね。そういうことが一致していれば、その下の相違は関係ないんですよ。ですから私はですね、東京15区の場合はですね、私、なんかね、そういうふうに言う人がいるんですよ。先生はなんであの人を支持してるんですか？イスラエルに対する見方が先生と違うじゃないですか。いや、それはね、僕の考えと彼女の考えが違うというだけで、人間ね、考えを全部同じ人を支持するったらね、選挙できませんよ。そうじゃなくて、自分と基本的にこういうふうにやろうということをね、重要視しなきゃいけないと私は思っております。それからもう一つはね、感情に基づく相違を言う人もいるんですね。あの人は大体こういう人だと私は嫌いだと。もちろんいいですよ、それは。だけど、そうしますとね、政治が好き嫌いで選ばれるようになっちゃって、まあ今現在みたいにタレントを選ぶとかね、タレントはやっぱり好き嫌いですから。そうすると、候補者にタレントが出たら、タレント制で投票しちゃうとか、そういうふうになってですね、それは僕に言わせれば日本国を衰退させる原因になると思うんですよ。ですから、感情に基づく相違なんていうのをね、政治の社会とか意見の中に持ってきちゃいけない。まあ、本当は会社もそうですね。やっぱり人間ですから、自分と肌の合わない人、好きな人、嫌いな人できますから。しかし、できるだけ、人間関係っていうのは、きちっとした論理に沿ってやらないとですね、こじれますんで。で、そういう点で私は人格的な相違では、東京15区の場合問題ありませんでした。それから基本的な考え方の相違もそんなに大きくありませんでした。具体的なことで外交問題一つずつやれば、まあ20個議論したらですね、まあ8個か9個は違ってたでしょうね。だけどそれはそれでいいと。全体として良ければいいと。だから僕は感情に基づくそういう議論はしたくないんで、まあ、それはどうでもいいということで、まあ今日は意見の相違点の1番ですけども、私がなぜ東京第15区で私と外交のほんの一部が違う人の応援演説をしたかということについて私の考えを一応示しておきました。